モッツの森山です。今度モッツはですね、10月の、26日を皮切りに、ツアーをスタートすることに決めました。正直言ってね、こういう状況の中で、ツアーやるっていうのはね、どうかなっていうのも正直言ってあったんですけど、去年のね、今ぐらいに、ちょっと来年の、今年のことですね、それを、その頃はツアーできるかなぐらい思ってて、ブッキングとかをやってたんですけど、今年に入ってね、またこのコロナがね、すごい勢いで、ちょっとね、大変な状況にはなってるんだけど、だからといって、じゃあ、果たして来年、再来年がね、すごく状況が良くなるのかなと思うと、それもちょっと見えない状況で、音楽産業自体がね、すごくみんな苦しい状態の中で、そして俺たちみたいなロックバンド、特に個人営業というかな、小さな会社でやってる連中っていうのは本当に、死活問題というか、そういう状況まで追い込まれてるのも事実で、でここでじゃあ来年再来年って考えてもちょっとどうかなと思って、それでメンバーとミーティングを重ねてね、とりあえず、こういう形でしかできないかもしれないけど、もうツアーをやろうと、とりあえずスタートするんだという、腹をくくってね、そういう結論になりました。とりあえず、こっち側サイドというか、感染対策はね、しっかりできる限りのことはやって、そういうつもりなんですけど、もちろんね、来てくれるファンの連中というか、個人サイドというか、個人的にもね、一生懸命感染のね、対策をちゃんとやって、来てほしいなと思います。そしてライブだからといって、なんていうと、体調がね、優れなかったりしたら、そこはね、勇気ある決断というか、今回はやめとこうと。それも全然そうやってほしいなと思っています。まだまだ続く、モッツは続く予定なんで、いつかきっと会えると思うから、そこはね、焦らないで、自分の体のことを一番に思ってください。いつもと違う形のスタイルっていうか、ツアーになるとは思うんだけど、このコロナ禍の中で、できる限りのね、ご機嫌な夜が、できたらいいなと思っています。10月のね、26日を皮切りに、30日、10月の30日は、日比谷野外音楽堂で、やる予定なんで、ぜひね、よかったら、元気な方っていうか、本当に感染対策を万全な連中は遊びに来てほしいなと思います。それまではね、みんな体に気をつけて元気でいてください。そして、このツアーの詳しいことは、モッツのホームページを見てもらえれば、わかると思います。少しでもね、感染が少しでも良くなってることを願ってね、あと、2ヶ月ないぐらいか、そういう感じなんだけど、もし会えたら嬉しいと思います。それではみんな、それまで体に気をつけて、ロックしてください。よろしくです。